本日ご紹介する時計はロレックスリファレンスナンバー1505、キャリバー1570のアンティークウォッチになります。こちらの時計は1969年に製造され、文字盤はゴールドでドットインデックスを採用しています。12時位置下にはオイスターパーペチュアルデイト、6時位置上にはスパラティブクロノメーターオフィシャリーサーティファイドの表記があります。ケース系はラウンド型、ケース素材はイエローゴールド、ケース系は縦34ミリ、横34ミリ、厚さ12ミリになっています。針はバーハンドを採用しています。このモデルにしかない専用ダイヤルを搭載しており、縦に入ったヘアラインが特徴のインデックスで、今もなおとても人気の高い一品です。